ノーボール2ストライクです。低めに外れてボール。次が4球目、高め外れました。打ちました。このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。先頭バッター出ました。ジャイアンツノーアウトランナー一塁です。バッターは6番パーラ。ジャイアンツ同点のランナーが出ています。最初はストライク。相手バッテリーはゲッツーを狙ってくると思うんで、そういうボールには気をつけたいですよね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。次が3球目、変化球がインコースに決まります。ワンボールツーストライクです。内へ曲げてきました。打ちました。いい当たり、取った。二塁送球、二塁アウト、一塁送球アウト、ダブルプレー。バッターボックスには指名打者の亀井。ジャイアンツダブルプレーでランナーなくなりました。初球打ち、ここはフライになっています。取ってスリーアウトです。この回ジャイアンツ結局3人で攻撃を終えています。2回終わって1対0、1点リードはマリーンズです。小宮山さん、早い段階で先制を許しているわけですが、ピッチャーとしては今どんな心境なんでしょうか。そうですね、もうこれ以上点をやらないようにということで、ちょっと窮屈な感じになりますかね。なるほどね。この後どのように修正してくるんでしょうか。ここはストライクからボールになるような球がいいですね。なるほど。さあ何を選択して。打ちました。吉川アウト、ワンアウト。バッターボックスには3番荻野。さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。改めてお聞きします、バッターの荻野、どういったタイプのバッターでしょうか。いや、やりにくいバッターですよ。普通なら手を出してしまうボール気味の球も見極めてきますからね。ああそうですか。3球目は何で来るか。低いところへ決めてきました。ワンボールツーストライク。インサイド落ちました。わずかに右に切れました。ファールボール。打ちました。セカンドが取る。アウト、ツーアウト。打順は4番レアード。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、ショートゴロに倒れています。ツーアウト、ランナーありません。ファウルになります。ここはストレートを続けてみてもいいかもしれませんね。なるほど。さあどう来るか。引っ張った。一塁蹴って二塁に向かう。
バッターランナーは二塁到達。ツーアウトランナー二塁。さあそして打席にはマーティンが入っています。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。序盤でリードされている分ここは離されないようにしないといけませんよ。なるほど、そうですよね。二塁はセーフ。さあまず1球目、まずはストライク。誘ったんですけどね、振りませんね。はい、高めストレート外れてボール。151キロ。インサイド落ちました。これはどうか、取った。一塁を送ります。一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがマリーンズ得点はありませんでした。1対0、マリーンズが1点をリードしています。赤星さん、今日のボールなんですが相当切れてるんじゃないですかね。そうなんですよね。バッターからするとまっすぐを待って打ちに行っていると思うんですが、でも分かってても空振りをするということはスピードよりもかなり速く感じてると思うんですよ。なるほど、本当にいいボール行っているようです。空振りになります。ノーボールツーストライク。高めに大きく外れています。インサイド落ちました。中村抑えてワンアウト。バッターは9番に入っている住谷。二木まずは先頭バッターを打ち取っています。ファウルになります。ちょっと振り遅れてましたよね。変化球を待っていたのかもしれませんね。ここもファウルです。3球目外れました。4球目は何で来るか。引っ張った。サードが取る。一塁へ。ツーアウトになりました。打順はトップに帰って吉川。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。今度はやり返さないといけませんよね。そうですね。ツーアウトランナーありません。いい球でしたね。アウトローの変化球、キレがあります。あっという間にツーストライクです。これが3球目。膝元をつきましたが外れました。打ちました。ショートが取る。一塁送球アウト。スタンドのファンからも歓声が届きます。ご覧いただきましょう。走りながらのこのキャッチ、ファインプレーに阻まれました。まあよく追いつきましたよね。反撃したいジャイアンツでしたがここは三者凡退に終わっています。3回終わって1対0、1点リードはマリーンズです。バッターは6番中村。まあここはさっき打たれたカットボールの使い方は考えなければいけませんね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。アウトコースボール。あっとデッドボールだ。当たってしまいました。バッターボックスには7番井上。
先ほどの打席はライトへヒットを放っています。デッドボールのランナーが出ています。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。ライト方向を流しました。詰まりながらもライトへ、ライト掴んでワンアウト。さあ一塁には追加点のランナー、バッターボックスには佐藤。ここは送りバントで来るかもしれませんね。なるほど、そうですか。走りませんね。さあ3球目は何か。ファーストランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあ走ってくるのは分かってたはずなんで、もう少し工夫してもらいたかったですね。これでワンヒットで点が入ってしまいます。このピンチ見事三振を奪いました。踏ん張っています。ツーアウトランナー二塁です。さあそしてバッターボックスには藤岡が入ります。さあツーアウトにはなりましたが、まだピンチは出していません。まあこのままの点差で回を追われるようにしっかり集中したいですね。なるほど、そうですね。まず最初のボールを決めていきました。これが2球目、ライトへ。これは面白いところに飛んでいる。掴んで3アウト。追加点は奪えませんでした。ランナー出ましたがマリーンズ得点には至りませんでした。1対0、1点リードはマリーンズです。打順は2番湯浅。まあ前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。さあ2球目は何か。打ちました。これはどうだ。ワンバウンドヒットになりました。バッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。ここはうまく打ち返していきました。ツーベースヒットを放っています。しっかり捉えてますし、いいバッティングでしたね。さあジャイアンツ、ここで長打力のあるバッターを迎えています。ホームランバッターを迎えてますから、一発逆転が見たい場面ではありますよね。そうですよね。まあ、スタンドに入ります。さてこの丸、バッターとしてはどういう特徴がありますか。どこに投げても大きいのを打たれそうな、投手からすると非常に嫌なバッターですね。なるほど、そうですか。次が3球目、決まった。低めいっぱい、ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。打ち上げました。ワンバウンドヒットになった。センター前ヒット。さあ逆転のランナーも出塁します。これでサードまでランナーが進みました。しっかり捉えてますし、いいバッティングでしたね。バッターボックスは4番岡本。さあしっかりとつないでチャンスの場面を迎えています。さあジャイアンツ同点のチャンスを迎えています。打ち上げた、高く上がった。この打球はフライになっています。ショートが構えます。掴んでアウト。ワンアウトランナー三塁一塁となりました。さあそして打席には中島が入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたが、なおもチャンスは続く。しっかり破った。
中継にボールが送られる。サードランナーがホームに帰ってきました。ジャイアンツ同点、1対1。さらに二塁一塁のチャンスが続きます。さあ同点にしたシーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。まあそうですね、ここで一気に攻めたいですよね。試合は振り出しに戻っています。打席には6番バッターパーラ。ジャイアンツこの回1点を入れています。さあ同点に追いつき、なおも一打勝ち越しのチャンスです。いい感じでつながってますんで、切らさずどんどん行ってほしいですね。はい、さあここも続くことができるでしょうか。ここはゲッツー狙いのボールには気をつけたい。ストレート打った、抜けた、セカンドランナー帰れば勝ち越し。